強い賢い王様の話、豊島義男。昔インドのある国に一人の王子がありました。国王からは大事に育てられ、国民からは慕われて、ゆくゆくは立派な王様になられるに違いないと皆から望みをかけられていました。ところがこの王子に一つの癖がありました。それはむやみに高いところへ上がるということでした。庭で遊んでいると大きな庭石の上に登って喜んでいますし、部屋の中にいると机やテーブルの上に座り込んでいます。そういう癖がひどくなると、しまいには皇帝の大きな木によじ登ったり、城壁の上に登ったりするようになりました。国王や家来たちは心配しまして、もし高いところから落ちて怪我でもされると大変だというので、いろいろ言って聞かせましたが、王子は平気でした。ある時なんかは城の中に飼ってある象の背中に乗って裏門から町へ出て行こうとまでしました。その象がまた、平素はごく荒っぽいのに、その時ばかりは王子を背に乗せたままおとなしくのそりのそりと歩いているのではありませんか。国王はひどく心配しまして、何か面白い遊び事を進めて王子の気を散らさせるに限ると思いました。それで多くの学者たちが集まって、いろんな面白い遊び事を考え出しては王子に勧めました。すると王子はこう答えました。高いところから周りを見下ろすのが一番面白い。世の中にこれほど面白いことはない。どうにも仕方がありませんでした。それで皆は相談して、その癖が止むまでしばらくの間、王子を広い庭に閉じ込めることになりました。庭には木も石もなく、ただ平らな地面が高い壁に取り巻かれている霧でした。王子は朝から夕方までこの庭の中に閉じ込められまして、どこを見ても自分が上がれるような高いものは何一つありませんでした。そして到底登れないほどの高い壁が四方にあるだけ、なおさらつまらなくなりました。いろんな遊び事を見ながら進められても王子は見向きもしませんでした。芝生の上に寝転んでぼんやり日を過ごしました。ある日も王子は芝生の上に寝転んで向こうの高い壁をぼんやり眺めていました。壁の向こうには青々とした山の頂が覗いていました。その山の上には白い雲が浮かんでいて、さらにその上遠くに大空が丸くかぶさっていました。あの壁の上に上がったら、あの山に上がったら、あの雲に上がったら、そしてあの空の天井の上に。王子は一人で空想にふけりながら大空を眺めているうちに、いつかうっとりした気持ちになってうつらうつら眠りかけました。誰かが自分を呼ぶようなので王子はふと目を開きました。するとすぐ前に一人の老人が立っていました。真っ黒な帽子をかぶり、真っ黒な服を着け、真っ黒な靴を履き、手に曲がりくねった杖を持っていました。顔には真っ白なひげが生えて、その間から大きな目が光っていました。王子が目を覚ましたのを見て老人はははは、と声高く笑いました。王子は恐れもしないで尋ねました。お前は誰だ。老人はまた笑って言いました。誰でもいい。お前を試しに来たものだ。わしがお前を高いところへ連れて行ってやろう。わしと一緒に来るがいい。本当に高いところへ連れてってくれるのか。
僕が望むだけ高いところへ。うむ、どんな高いところへでも連れて行ってやる。その代わり、また下へ降りようと言っても、それはわしは知らない。それでよかったらわしと一緒に来るがいい。行こう。そう言って王子は立ち上がりました。しかし、下へ降りたくなったからといっても、もうわしは助けてやらないよ、と老人は言いました。高いところへ上がれさえすれば、下へなんかは降りなくてもよい、と王子は答えました。それでは行こう。老人は王子の手を取って杖を一振り振ったかと思うと、二人はもう高い壁の上に上がっていました。王子はびっくりしました。この老人は魔法使いに違いないと思いました。しかし、怖がることがあるものかと思い直しました。見ると、自分が今までいた庭や城外の町などはずっと下の方に見下ろされました。行き来している人間が豆粒のように小さく見えました。王子は嬉しくてたまりませんでした。そして城の高い塔を指して老人に言いました。今度はあの塔の上に行こう。老人が杖を振ると、二人は一番高い塔の屋根に上がりました。王子はまだこんな高いところへ上がったことがありませんでした。足元には広い城がおもちゃのように小さくなって、一足にまたげそうでした。庭や森や城壁や堀などが一目に見て取れて、連兵場の兵士たちがアリの行列くらいにしか思われませんでした。城の周りには小石を並べたような街並みが遠くまで続いていました。その末は広々とした野になって、一面にぼーっと霞んでいました。王子はただうっとりと眺めていました。まだ高いところへ上がりたいか、と老人は言いました。王子は我に返って老人の顔を見上げました。それから向こうの高い山の頂を指しました。あの山の上へ行こう。老人が杖を振ると、二人は宙を飛んで、すぐにその高い山の上に来ました。王子はそこの岩の上に立って眺めました。城や町は、もう一つの点ぐらいにしか見えませんでした。土まんじゅうぐらいな、なだらかな丘が起伏して、その先は広い平らな野となり、その先は広い平らな野となり、緑の毛線を広げたような中に、森や林が黒い点を落としていて、日の光に輝いている一筋の大河が帯のようにうねっていました。もうこれきりにしようか、と老人が言いました。王子はまた夢から覚めたような気持ちで老人の顔を眺めました。それから後ろの方の一番高い山の頂を指しました。あの山の上へ行こう。老人が杖を振ると、二人はまた宙を飛んで、その山の上へ行きました。王子はびっくりしました。その山が一番高いのかと思っていましたのに、来てみると、さらに高い山が向こうにそびえています。王子は言いました。あの山の上へ行こう。老人と王子とは、またその山の頂へ行きました。すると、さらに高い山がまた向こうに出てきました。もう下の方を見回しても、積み重なった山や遠い野が少し見えるきりで、はじめのような美しい景色は目に入りませんでした。薄黒い雲がすぐ前を飛んでいきました。あの山の上へ行こう、と王子は向こうの高い山を指して言いました。望むなら連れて行ってもいい、と老人は答えました。
しかし帰りはお前一人だぞ。城の庭へ下ろしてくれと言ってもわしは知らないが、それでもいいのか。王子は少し心細くなってきましたが、それでも構わないと答えました。そして二人は向こうの山の上へ行きました。もう何にも見えませんでした。薄黒い雲が足元に一面に広がっていて、遠くの下の方で雷が鳴るような音がしていました。雲よりも高い山だったのでした。それでも向こうにはさらに高い山が突き立っていました。あの山へ行こうと王子は言いました。王子はただ高いところへ上がっていくことより他には何も考えていませんでした。この老人に負けてなるものか、どんな高いところへでも上がってやるという気でいっぱいになっていました。そして 2,3 度高い山の方へと老人に連れられて上がっていきました。ある山の上に来ると、老人はそこにトンと杖をついて言いました。お前の強情なのにはわしも呆れた。これが世界で一番高い山だ。もう世界中でこれより高いところはない。ここまで来ればお前も本望だろう。これからまた下へ降りていくがいい。はじめからの約束だからわしはもう知らない。これでお別れだ。王子が目を上げてみると、もう老人の姿は消えてしまっていました。王子はぼんやりあたりを見回しました。頭の上には澄み切った大空と太陽とがあるばかりでした。立っているところは突き立った岩の上で、目もくらむほど下の方に白雲と黒雲とが湧き立って何も見えませんでした。冷たい風が吹きつけてきて、今にも大嵐になりそうでした。王子は腕を組んで岩の上に座りました。いつまでもじっと我慢していました。しかしそのうちにだんだん恐ろしくなってきました。風が激しくなり、足元の雲がムクムクと湧き立って、遥か下の方に雷の音まで響きました。王子はそっと下の方を覗いてみました。屏風のように突き立った切り岸で這い降りていくなどということは到底できませんでした。王子は立ち上がりました。そして考えました。あの老人に助けを求めたくはない。何、命がけで降りてみせる。僕が死ぬか、それとも打ち勝つかだ。王子は石を一つ拾って、それを力任せに投げてみました。石は遥か下の方の雲に巻き込まれたまま、何の響きも返しませんでした。よしと王子は言いました。そして岩の上から真っ逆さまに、ムクムクとしている雲の中をめがけて力いっぱいに飛び降りました。王子はハッとして我に返りました。見ると自分は城の庭の芝生の上に寝転んでいるのでした。体中汗ぐっしょりになって、胸が高く動悸していました。しかしいくら考えてみても、さっきまでのことが夢であるか、または本当であるか、どうもはっきりしませんでした。本当だとするにはあまり不思議極まることでしたし、夢だとするにはあまりはっきりしすぎていました。どちらでも構うものかと王子は考えました。そしてまたこう考えました。高いところへ上がるには、まず第一に、また下へ降りられるような道をこしらえておかなければいけない。王子はそのことを国王へ話しました。国王は大変喜んで、それからは王子を自由にさせました。
王子はやはり高いところへ上がるのが好きでしたが、ちゃんとその折り道をこしらえてから上がるので、少しも危ないことはありませんでした。この王子は後に、世界で一番強い、一番賢い王様になりました。なぜなら、どんな高いところへ上がっても平気なほどしっかりした気性でしたから、一番強かったのですし、また、ちゃんと折り道をこしらえておくほど用心深かったから、一番賢いのでした。そして王子は一生の間、あの黒い着物の白然の老人を自分の守り神として祀りました。おしまい。